見見れば見るほどです、はい、さ,あさっきのね、あの、沢村賞に関しましてはね、はいえー、加藤小高さんからも、クリオネブルドッグさんからもいただきました、坪子さんからもやっぱりね、はいえー、最後にここはまた日本一を達成して花を添えてほしいなという、例のマークの沢村賞。 そういうことからするとマークももちろんそういうふうに花を添えてほしいですが、えー、星野監督も今まで成し得なかった、うん、日本一というものも、はい、ぜひ今回成し得てほしいなと、まあ、この辺りは中日のね、はい、不安のら方が多いので、はい、やっぱりそういう気持ちの方が多いんではないでしょうかね、はい、さてそしてそしてということになりますとこちらの方のお便りですが えっと、この方、シルバーポンタさんからも、大絶景バカマンテンさん、クリオネブルドックさんからも、桜丸さんからも、え、さらには三重のパッドバケンシさんからもいただきました、鈴鹿のいい年のエリーさんからも、え、いただいておりますけれども、まこちゃん、昨日中国の、え、中の国としても、え、中国の中の、 中,でか中国の中で国としても政治的にも一番重要で、えー、もう厳重な警備をされていて、観光地としても有名な場所、天安門の前に、えー、いた観光客や群衆に、えー、これ四駆の車がですね、突っ込んで人々を跳ね飛ばした後に、はい バリケートに衝突しして炎上する大事件が起きましたこの事件で車に乗っていた3人と車に跳ねられた観光客のフィリピン国籍の1人を含む2人が死亡して、日本人1人を含む38人が怪我をする大惨事となりました。 中国政府はこの事件に対して即座に情報統制を行い、天安門前の道路を全面閉鎖して、封鎖して、中国のネット掲示板、えー、ウェイボーにアップされていた事件現場にいた市民が撮影した炎上している車の写真を削除したり、えー、事件現場の処理も即座に行って、事件から数時間後には、なんと閉鎖を解除して何事もなかったかのような、 観光客にそういういい形で解放していましてまた中国政府はこの事件に対してまだ詳細は不明だと詳しいことは一切発表していなくて情報の隠蔽に躍起になっていますが中国国内のネット上ではテロではないかとか これは政治的な意図で起きた事件だなどと、まあ国民から事件に対して不安視する憶測が出ているようであります。それで私が炎上する車の写真を見て疑問に思ったのは、まあここまでは皆さんね、知っていることだと思いますがね。はい まあ、あらましはさっきこの方が書いていただいたようなことであります。で、この方はそれを感じてみて、私がこれね、炎上する車の写真を見て疑問に思ったのは、車が衝動を起こし、衝動をしたら普通は、 えーあ、衝動と衝突でしょうね、うん、きっとね。はい。まあ、ちょっとそのまま読みましたが。えー、衝突をしたら普通は車の前の部分が壊れてエンジンルームから出火するんですけれども、写真を見ると車の前の部分は壊れてなくて、えー、車内の後部から炎上しているように見えますよね。もしかしたら車内に可燃物があって、それが意図的に発火して、えー、いる可能性も あるのでそうなると、これは偶発的な事故ではなく、意図的に行われたテロの可能性が高いと思いますが、どうでしょう確かに写真を見ると、うん、前から炎がっていうよりも、あの車の内部、ね、あの乗車席のあたりから炎上しているような感じはしますけどね。 こういう写真一つ撮りましても、ピンピンダラリンさんからも簡易ブログウェイボに、くには車が炎上していて、黒い車が上がり、市民らが周囲を取り囲んでいる画像などが掲載されておりました。しかし、中国当局は書き込みや画像をすぐに削除しており、神経を尖らせているという記事であります。ああ テレビの朝鶴場で女性報道官が出てきてのコメントでは詳細は不明としか答えていませんが私の目には政治的意図があったように思える事件事故だと思います。でこういう僕から見たら普通の交通事故であるならば、はい、あの普通の写真ですけどもこれもパッと消さなくてはいけないのは一体なんでなんだろうというね。なんかちょっとこう、うん そういう対応に政府が出たことによって逆に事件性みたいなものがね,、うんねうん、感じられちゃったりするんですけどおまんまずきさんからも中国のネットでは反政府のテロではと書き込みが多いみたいで中国当局は書き込み削除に躍起になってるみたいです天安門事件は情報統制が、えー、徹底されていて今の若者は知らない人も多いみたいですが今回の事故がテロだと うん、また、情報統制でなかったことにしようとするんでしょうかね。今はネット社会なんで無理だと思うんですが、即バレてしまいましたが、新幹線事故の時も速攻埋めて隠蔽を図ったし、必死になんか隠そうとしていますね。あれもびっくりしましたね。うん、はい。鉄道事故。全部車両埋めちゃったって。うん、普通はもう何日も何日も色々調べますよね。はい、どこがどうやったんやろうという。うん、というような体質、体制というのはもう、 ずっと続いていてるなとあ,あっという間にあのか片付けちゃいましたね、私もあの旅行で北京に行ったときに、うんあの、ご飯がついてる旅行で、うん、それ、一本、最初の一本は、うんあの、サービスいうお昼ご飯、うんうん、そのビールをですね、うん、あのウェイターさんが、スパーンとはたき落として、ひっくり返しちゃったの。 今まであれ持ってきて、これ持ってきてって言っても、何も持ってきてくれなかったレストランのウェイターさんたちが、10人ぐらい、わーっと言ってきて、全部片付けて、何事もなかったですって言って、去っていったんです、サービスのビールを台無しにして、それで、代わりのもんは持ってこもちろん持ってきません。何事もなかったらしいんです。 ささっと掃除することはいいでしょう、はい、ガラスが割れたものが床にあったりしたら、怪我をするかも分かりませんから今まで、はい、あのおしぼり持ってきてとか、はい、おし油持ってきて言っても、はい、何にも持ってきてくれなかったんですよ、はい、そこのレストラン。 ウェイターさんと思いましたけどね。中国社会に対しての不満がここにも一つあったという。<laughs> はい、すいませんどうでもいいんですけど、その、はい。その時のことを思い出しました。体質でしょう、やっぱりね。はい、港のチェさんからも私自身結構以前に天安門、天安門広場に行ったことがありますが、天安門の後ろ側は広大な呼吸博物館があり、何しろいつも人がいっぱいだったという印象がありましたが、なんでこういうことが起こったんでしょうか。シャータイさん。 天安門といえば天安門事件が思い出されますが中国も経済発展する中で大きな社会矛盾を生み出しているのではないでしょうか被害が拡大しないことを祈りますこれ私が毎回言っておりますけれども、うん、経済が発展するということは、はい、白いものは黒ですよと言っているようなことはだんだん許されなくなってくるような中ですね、はい、経済というのはあの数字ですから数学ですよね、はい、数学というのは 誰がどう見ても、3は6より小さいんです、うんねこれ、こういう世界です、経済が発展していくっていうことは。国語なんかで大きいりんごって言ったら、その人のさまざまな大きさがあったりなんかするんで、うんうん、これちっちゃいやんいう人もいるかもしれないけども、いもけども数字はそうじゃない。はやっぱり6よりよ小さいいんだというとうころから、うんうん 発展、ずっと行くのが経済ですから、はい、例えば、日本で言うならば、あの、江戸幕府というような、そういうような、一部のこう、あぐらをかいた武士をですね、1割ぐらいの人口の人をですね、うん、あともう、何割ぐらいかの人で、ふーっと支えてやっていくような、はい、そういうで、このシステムって何、どこがどうなのと考えていくと、お まあこれが俺だと言えるうちはいいですけども、経済が発展していくとです、ね、うん、おかしいと違うかということで、うんうん、江戸幕府も、いわゆる庶民の人たちが金を持っていく、最後、大名に金を貸すぐらいの人たちが出てきましたよね、商人でもね、はい、大名が死と言われるような、そういう、であの最後に河合継之助という人があのいましたけれども、えー、これは新潟の出身です、はい、長岡の出身ですが。はいはい あの人がいろんな人物を評価するにおいて「はい、おおあの人は立派だなこれだったら三井の番頭が務まるほどだと」と、うん、あのひょ立派な評価の中にですねうん、うん、この商人のところでバリバリやってる人「はい、ああの三井の番頭が務まるぐらいの人物だな」と言って人を褒めたいんです。江戸のの末期といいういうううはそぐらいにもやっぱり、はい お金というもの、経済というもの、うん、1たす1は2の世界で、うん、いうことであるから、当然、江戸幕府というのは滅んでいくわけですよね。はい、はい、ですから、経済が発展するということは、白いものはね、これはね、紫なんですよということは、もう、だって、 許されなくなってくると、はい、いうことですからいろんなものが経済に発展してくると今まで見えなかったものが見えてくると、はい、いうことなんですよねだからシャータイさんもいわゆる経済を発展する中で大きな社会矛盾が生み出されてきているんでしょうねということでしょう、はい、上政商店車両部さん ま、それにしても、たとえテロがあっても、この程度のしょぼい案件を中国政府が隠蔽しようとか、その根性があまりにもしょぼすぎます。十分な警察力も軍事力もあるわけだから、公安警察だってあるわけだから、一体何をビクビクそ、こそこそしているのか、えー、時々こういうふうに無意味に昇進になるあたりが、中国政府の謎でありますということでね、ありの一欠ということがあるわけですからね。 ちょっとしたところから堤防でもですねとにかくありの一血からパッと大災害になってくると、うん、決壊してえらいことになってくるというようなことは、はい、だからまあ目は若いうちに詰めとかね、うん、いろんな言葉がありますからこういうことも、はい、とにかく積んでいかないかで,す、うん、でも、はい、あのそれ完璧に隠蔽できれば埋められて漏れ出すことはないですけれども、はい、あのちっちゃい間にですね、うん 大きいばんそこ張って、わ大きいばんそこ張ってるなって、なんか目立っちゃったみたいな感じではありますよね。とういうことになりますよね。えー、これは何でもないことですよと言いながら、すーっと処理していけば、ああ、普通の事故かなと思いまうんですよ、ぷんぷぷぷって言って、はい、おかしいやんか、これ、はい、どうなっとんねんっていうようなことでしょうね。えーね <laughs> えー、我が子を愛する中年 M さん、事故なのか国民の我慢が爆発したのか、いずれにしろ中国は自国の事件を隠して別の問題を起こして、ま、す、えー、り替えようとしております。このタイミングで尖閣諸島問題を出して事件のすり替えを狙うことを日本は警戒する必要があると思いますという。国内で何か問題が起こったら外交問題とか、国民の目をそっちの方に向けるというのは上等手段ですよね。はい 永遠のクラッチヒッターさんから頂い,いております。ここ近年中国国内では貧富の格差や民族紛争に端を発したこの手の抗議活動が増えていると聞きます。特に中国共産党の行事の近くになるとあまり報道はされていませんが、天安門前では抗議目的と見られる車両侵入などが増えているそうであります。と。えそういうことですかね。うん。もうとにかく何かが確実に 動き出しているように思いますということです、はいえー。本当に毎回のあれですが、両輪ですね、いわゆる政治と経済というのはね、両輪のようなもんです。はいえー、それがうまく回っていって、車は前方へと進んでいくわけですけれども、はいえー、もう、経済は発達したけども、うん、政治の車輪が全然回ってなかったら、ぐる,ぐる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 、そこを回るだけになってしまいますし、はい、大きさがちょっとでも違えば、 その車は前方ではなくてどこかにそれていってしまうということが今、中国では起こっているんではないでしょうかね。